カーリー・コロンは、プエルトリコのプロレスラー。サンフアン出身。カリーとのリングネームで知られる。プエルトリコのプロレス団体、WWC のオーナーで、プエルトリコの帝王と呼ばれる、カルロス・コロンの息子。実定に、WWE 所属のプリモ。親戚に、WWE 所属のエピコがいる。1999年から2003年1999年。 父親であるカルロスが主催する WWC にてプロレスラーデビュー。デビュー後は WWC 専属のカメラマンとしても活動。弟のエリコロンと WWC 世界タッグ王座を獲得し、また団体最高の王座である WWC ユニバーサルヘビー級王座を WWE と契約するまでに10回獲得した。2003年から2007年2003年。 WWE と契約を交わし入団。参加団体であるオペにてトレーニングを開始。2004年カリートカリビアンクールのリングネームで WWE に昇格。10月5日スマックダウンにてデビュー。WWEUS 王座を保持するジョンシナと対戦して勝利。ベルトをダッシュする。WWEUS 王座獲得後、ヘスウスをボディガードに従えて、 シナと構想を展開。2005年、マッド・モーガンと組んで、ビッグ、ショーと構想したが、6月のドラフトで RAW に移籍。RAW デビュー戦で、シェルトン・ベンジャミンを破り IC 王座を獲得。自分はクールだと主張し、クールじゃない奴にはリンゴをかじり相手に吐きつける、ギミックになり、リングネームをカリートへとマイナーチェンジ。 スーパースターをゲストに招いてのインタビューコーナーであるカリートスカバナのホストも担当したが結局最後にはゲストと争うことになった偉大なレスラーの父カルロスコロンの影響からレスリング技術は高くその憎めないキャラからヒールの立場にありながらも観客から声援を浴びるという人気者であったサマースラム以降クリスマスターズと組んでショーン・マイケルズ リック・フレアーと構想。2006年、レッスルマニアで、マスターズと決裂して、ベビーターンを果たす。トリッシュ・ストラタスと恋愛ストーリーが始まるが、トリッシュの引退によって、トリー・ウィルソンと恋仲になる。この頃から、中堅路線のメインレスラーとして活躍していた。2007年になり、リック・フレアーの呼びかけによって、タッグ結成。フレアーに、 情熱が足りないという指摘を受け、弟子入りする格好となるが戦績は振るわず、フレアを裏切り再びヒールターンした。その後、約3年ぶりにジョンシナと抗争した。バックステージでの態度の問題で、プッシュが少なくなり、対談を考えていたが、ビンス・マクマホンの説得で WWE に残留することを決めた。その際、ビンスの提案で、 RAW15 周年記念大会で、ジェフ・ハーディーとのラダーマッチ形式による IC 王座戦が組まれたが敗退。12月には、イタリア系、レスラー、サンティーのマレラと組み始めた。そして2008年のロイヤル・ランブルへの出場が、マレラと共に決定した。2008年から2010年2008年3月、コーディローデスとのレッスルマニアでのマネーインザ・バンク。 ラダーマッチの出場権をかけた予選に勝利。自身初となる、マネーインザバンク、ラダーマッチへの出場が決定した。6月、追加ドラフトでスマックダウン2席。9月12日、スマックダウンにベビーフェイスとして復帰。弟のプリモと組んで、ジェッチヘッズとノンタイトルマッチながら、勝利を収めている。同月19日、久々のカリートスカバナを主催し、プリモと共演。 エッジヘッツの保持する WWE タッグ王座の獲得に向け戦線布告。同月26日、スマックダウンにおいて WWE タッグ王座を脱手した。2009年4月5日、レッスルマニア25にて、ジョン・ムリソンザ・ミズとタッグ王座統一戦が行われ勝利。WWE 統一タッグ王座を退官。その後追加ドラフトで弟のプリモと共に、 RAW へ移籍する。6月28日、ザ・バッシュで、試合直前にスマックダウンの GM であるセオドア・ロングにより、トリプルスレッド形式に変更され WWE、統一タッグ王座戦で王座を陥落。以降、タッグ王座を取れない原因を、プリモの責任にして暴行。仕事に、家族は関係ないと発言して退場した。プリモとは構想へと展開し、 プリモの顔面にかじったリンゴを吹きつけ、完全に敵対。7月、ナイト・オブ・チャンピオンズにて6パックチャレンジ形式の US 王座戦には、ビッグショーの代わりに出場したプリモと途中で、コンビネーション技を決めたりし、終盤には、カリートが王座を譲るような仕草を見せたがカバーに行く、途中背中を向けたところで、バックスタバーを観行し脱落させたが、その直後に、コフィキングストンに敗戦。 王座を逃した。2010年の2月から始まった新番組 NXT ではマイケルターバーを指導するプロとして登場。5月6日、スーパースターズにてプリモトのタッグを再結成するが5月21日、ウェルネスポリシー違反のため WWE より解雇が発表された。2010年 WWE 解雇後、2010年7月10日、古巣である WWC に復帰。 37スアニバルサリオ2010ウィークエンドにて、カリートカリビアンクールのリングネームで、弟のプリモコロンと組んで、サンダーライトニングと対戦して勝利。同月31日、ラレボルシオン2010にて、バンピーロカナディエンセと対戦。最後にバックスタバーを決めて勝利した。9月25日、サポティエンブレイネグロ2010にて、エルメシアスと対戦。乱闘による、 混乱の中、メシアスを丸め込んで勝利した。10月1日、ニューヨーク州を拠点とするニューのブラスシティブロールに参戦。ティネ所属のロビー・イーと対戦して勝利。同月2日、サンダースラムでは、シェルトン・ベンジャミンと対戦して勝利した。12月3日、初来日を果たしてアントニオ・イノキが主催するイグフのイノキ・ボンバイエ2 0 1 2に参戦。 剣道歌心と対戦するが歌心の調整不足で、あろうと見られる動きに噛み合わない上に、丸め込まれた際に、レフェリーのミスにより敗戦した。2011年3月13日、メキシコのメジャー団体であるトリプル a のシンディミティに登場。同月18日のレイデレース2011への出場権をかけた4上 A イイイルミネーションマッチにて、オズ、ジャック・エヴァンス、デクニスを相手に、 序盤は、レクニスと手を組んで試合を優位に進めて、オズエ、スインギングネックブリーカーを決めてホール。そして終盤には、エヴァンスとの真っ向勝負となり、最後に、エヴァンスのスプリングボード450度スプラッシュを避けて、バックスタバーを決めて勝利した。同月18日、レイデレース2011にて4ウェイ、イルミネーションマッチを、エクストリームタイガー、エレアパーク、 エルメシアスと行い試合中盤に、メシアスとパークが場外の対乱戦の末に、メシアスが2階席から1階で机に寝かされたパークへ、ダイビングボディプレスを投下。そのまま両者起き上がれずリングアウトとなり、エクストリームタイガーとの一気打ちへ。終盤まで攻め続け最後には、トップロープへ登るもレイフェリーの妨害で落ちると、エクストリームタイガーから、セーバートゥーススプラッシュを決められ敗戦した。 7月17日、WWC38 スアニバルサリオにて、ティネ所属のアビスと対戦。終盤に、アビスより机にチョークスラムで叩きつけられ、瀕死の状態のところへが病を巻かれるが直後に、復活して、コーナー上での争いになると最後に、コーナーポスト上から、流れ式、パワーボムを決めて勝利。試合後には、アビスのセコンドであったホセ・チャパロにバックスタバーを仕掛けた。 11月19日、ペンシルベニア州を拠点とする IWC のナイト・オブ・ザ・スーパースターズにて、IWC 世界ヘビー級王座を保持するジョン・マチェスニーと対戦するが試合途中に、敵前逃亡によるリングアウトしたマチェスニーから王座を防衛される形となった。2012年2月4日、フィリピン・マニラにて行われた、WWFX にカリートスのリングネームで参戦。 スニツキーと対戦して、場外での攻防を白熱させるが終盤にスニツキーのランニングビッグブートを避けると、アップルミストを吹きかけて倒し勝利した。10月6日、トミー・ドリーマーがニューヨーク州にて旗揚げした方に参戦。ドリーマーが保持するニューヨーク州を拠点にするフウェイのフウェイヘビー級王座をかけて、ドリーマー、マイク・ノックスと3ウェイマッチを行い終盤に、 エプロンに設置されたはしごにドリーマーを叩きつけると、バックスタバーを決め、ホールを阻止しようとしたノックスへ、フライングドロップキックを食らわせて倒すと、ドリーマーをホールして勝利し、ベルトをダッシュした。試合後にはドリーマーから腰にベルトを巻かれ、観客から、サンキュートミーと、ホーのちゃんとが場内を飛び交った。10月26日、来日して、元 WWE 所属の田尻が主催する。 WNC に参戦。初代、WNC 王者決定トーナメントに出場し、一回戦で、タジリと対戦。最後にバズソーキックを暗い敗戦。試合後に、タジリを襲撃に来たドキュンに対して、黒潮にアップルミストを吹きかけると、タジリは、大原へ、グリーンミストを吹きかけ撃退した。2013年2月16日。 フーウェイノーリミッツ2013にカリートコロンのリングネームで参戦。フーウェイヘビー級王座防衛戦をトミードリーマー、マット・ハーディーとサンウェイ特マッチで対戦。試合終盤に天井に吊り下げられたベルトを取ろうとしたマットとドリーマーがはしごを使い取り合う中、マットがドリーマーを捕らえると、サイドエフェクトではしご下に設置されていた机に落下。両者が禁止の状態の中で、 ホーリーシッとちゃんとが飛び交う中、リング外から入ると、ベルトを取ることに成功し王座を防衛した。6月22日、法に似て、元ティネのノックアウトであるロシータを、相手であるマイケル・ベネットは元、WWE のディーバであるマリア・ケネリスを、マネージャーに従いて対戦。終盤に、マリアにアップルミストを吹きかけ倒すと、ベネットから、ファイヤーマンズ・キャリーの勢へとなるが抜け出して、 バックスタバーを決め、ロシータがマリアへ、ムーンサルトプレスで追撃。自身は、ベネット、ロシータはマリアをホールして勝利した。8月18日、イングランド・ケント州を拠点にする、RPW のサマー・シスラー2013に参戦。シャー・サミュエルズと対戦して勝利。9月6日、プエルトリコの団体である、WWL のドリーム・マチャスツアーに参戦。ブルーデーモン・ジュニア、 ラパルカとサンウェイマッチで対戦。最後に、ラパルカにバックスタバーを決めて勝利した。同月22日、WWC アニバルサリオ2013にて、レジェンドレスラーであるスティングと対戦。最後にスコーピオンデスドロップを食らい敗戦した。11月9日、ホーサンにてロシータと組んで、スティービー・リチャーズタラとミックスマッチで対戦。中盤に、 レフェリーが襲撃に遭い倒れたことにより、ルールが度外視され、ロープに振られた際に、両者共にリチャーズとタラから、スーパーキックを喰らい倒れたところへ、リチャーズが、ムーンサルトプレスの名手であるブルーミーニーを呼び寄せるが、ブルーミーニーが、コーナーポスト上に登ることに手まとりを応援する、リチャーズとタラに対して背後から、両者同時にバックスタバーを仕掛け、ブルーミーニーにアップルミストを吹きかけた後、 ロシータがリチャーズにムーンサルトプレスを決めて勝利した。2014年10月24日、WWC アニバルサリオ41にて、元ティネのヘルナンデスと対戦。試合中に大乱闘となり、両者場外にて白熱するうちにカウントアウトで引き分けとなった。2015年5月17日、NWA 加盟団体である、VPW のチャウッチラフェア2015にて、 元 WWE のリカルド・ロドリゲスと対戦して勝利した。6月20日、アファーノ・アイ・ジュニアが主催する BBW のアウトブレイクにてタイラスと対戦して勝利。バックスタバードロップキック WWEIC 王者時代、WWE 世界タグ王座。ありがとうございます。